안녕하세요김시우です。김시우のグルメ歴史旅、잡채編。잡채は日本でもとても人気があって、ポピュラーな韓国料理の一つだと思いますが、皆さんがご存知の今のような잡채が生まれたのは、そう長くないことご存知でしょうか。それから昔の잡채とは全然形が違うことご存知でしょうか。では、잡채はいつ生まれて、どういうふうに今のような形に変わってきたのか、今日はチャプチェの旅をしたいと思います。では行きましょう。いきなりですが、今日は質問から始めたいと思います。チャプチェはどんな料理に分類されるでしょうか。炒め物、麺類、もし、これ以外だったら何でしょうか。僕は料理学校の時の教科書で、この、チャプチェがあるところに分類されていることを見て、すごく疑問に思ったんですが、このチャプチェの本来の姿をして納得しました。では、答えは何でしょう。それは、後ほど。チャプチェの材料から見てみたいと思います。チャプチェの材料は今と昔の材料は随分違いますが、まず今、現代のチャプチェの材料をご紹介します。チャプチェといえば、タンメンですね。タンメンという麺を使いますが、この麺については、後ほど詳しくご紹介します。それから、ほうれん草や人参、きくらげ、玉ねぎ、しいたけ、ピーマン、それからえのきなどを使って牛肉を入れるのが普通なんですね。で、こちらの野菜とキノコ類は炒めて入れたり、それからほうれん草などは茹でてからナムルで味付けをして入れます。では、次の昔のチャプチェはどういう材料が使われたのか見てみましょう。オムシチミバンというハングルで書かれた一番古い料理本がありますが、そちらの本によると、まず面白いのがかんぴょうと豆干などが使われています。それから今もとても高価な松茸も使われて、キキョウとナス、セリなども使われています。それからお肉は、今は牛肉を使うのが普通なんですが、牛肉ではなく生地の肉は使われています。その昔は多分牛肉よりはその生地などの肉が手に入れやすかったんじゃないかと思います。それから味付けは、こちらの材料は炒めて使いますが、この材料を炒めてから生地の茹で汁に味噌とごま油、胡椒、生姜などで味付けをして、この小麦粉でとろみをつけて上にかけた。で、食べたそうです。この材料を見ると、今と一番違うのは、珍しい材料も使われていますが、タンメンが使われてないです。では、今のようなタンメンを入れるのはいつからなんでしょうか。チャプチェといえば、タンメンがたくさん入っている麺料理だと思っている方も多いと思いますが、このタンメンとは何か。タンメンというのは、この漢字を見ると、とうに麺です。このとうっていうのは中国を意味します。つまり、中国から伝わったので、このとうの麺でタンメンと言います。日本語で言うと春雨ですね。で、こっちの韓国語のチャプチェに使われているタンメンは、さつまいもの澱粉で作ります。こちらは、1919年にタンメンの工場が初めて韓国にできて、それから徐々に広まって、1930年以降に全国に広がるようになります。それから今はチャプチェだけじゃなく、ブルゴギやスンデ、それは餃子、鍋など
にも使われて、いろんな料理にこの당면が使われています。これまでの説明で先ほどの質問の答えは分かりましたでしょうか。チャプチェの漢字を見ると、チャツにサイで、このチャツっていうのは合わせる、混ぜるという意味があります。それからこのサイっていうのは韓国語ではナムルを意味します。つまりナムルを、いろんなナムルを合わせたものがチャプチェということになります。韓国民族文化大辞典によると、チャプチェは熟菜、つまり火を通したナムルと出ています。つまりこのチャプチェの分類はナムルです。僕は夜学校の時にナムルの、いろんなナムル、ほうれん草ナムルや吉祥など、チェンマイナムルなど、いろんなナムル のところに、このチャプチェが一緒に載っていました。それを僕は最初、すごく疑問に思ったんですが、これは、チャプチェは、今ようなチャプチェではなく、昔のチャプチェはこのタンメンが使われていなくて、いろんな野菜やキノコがたくさん使われていたので、ナムルに、食されたということが分かります。ごちそうで胃袋をつかむという話がありますが、まさにそのために生まれたのがこのチャプチェという話があります。それは17世紀朝鮮王朝の15代王の光義軍時代なんですが、宮廷の宴会の時に王様に捧げるために生まれたのがこのチャプチェという話があります。王様に捧げる料理なので、アワビやナマコ、牛肉、それから松茸など高価なキノコをたくさん使って、そこでとても高価な料理だったのがこのチャプチェです。これからはいくつかの韓国のチャプチェをご紹介したいと思います。まず、콩나물잡채というのがありますが、こちらは、전라북도の郷土料理の一つで、당면を、잡채といえば、당면が当たり前なんですが、こちらは、당면ではなく、豆もやしを使うのが特徴です。それから、普通の잡채とは違いまして、センマイや大根、昆布、セリ、人参や、などを使いますが、味付けやまた普通のチャプチェの醤油を使ったそういうものではなく、まあ、和え物に近いんですね。和え物のようにマスタードや酢、砂糖、ニンニク、塩などで味付けをして食べる、そういう料理が콩나물잡채になります。우엉잡채というのもありますが、우엉잡채の우엉っていうのはごぼうですね。ごぼうを入れたチャプチェなんですが、このごぼうを醤油で味付けをして炒めてから入れますが、このごぼうの香りと食感がこのチャプチェの당면の麺とすごく相性がいいですね。とても香りも良くて、まあ、大人向けのチャプチェだと思いますが、こちらも日本でも出しているところもあると思いますので、こちらは機会があればぜひ召し上がってみてください。チャプチェバというのもありますが、チャプチェとバ、つまりご飯がセットになったのがチャプチェバです。これは韓国の中華、それから大学近くの食堂などのランチでよく見かけられるのがこのチャプチェバですが、この白いご飯もありますが、チャーとチャプチェがセットになっていて、セットというか同じプレートになっていて、それからチャジャンソースをかけて食べるのがこちらのチャプチェバになります。それからこれ以外にもチャプチェは釜山に行けば釜山チャプチェというのもありますが、釜山チャプチェというのはタコやアワビなどいろんな海鮮を使ったチャプチェが釜山チャプチェになります。
それからキノコをたくさん使ったポストチャプチェというのもありまして、各地域にその地域でたくさん取れるもので、この地域ごとのチャプチェもありますので、韓国を旅行するときはそういうのを見るのも楽しみだと思います。チャプチェは韓国ではチャプチェといえばチャンチンナ、つまりお祝い席には欠かせないのがこのチャプチェですが、昔から結婚式やお誕生日、還暦など、今はお子様の誕生日などにもよく食べるのがこのチャプチェです。皆さんもこのチャプチェを家族や家族の誕生日などお祝い事があるときは、このチャプチェを作ってみんなでワイワイお祝いするのはいかがでしょうか。皆さん、今日はチャプチェの旅をしました。楽しい時間になりましたか。ではまた次回お会いしましょう。